俳優の水谷豊と寺脇康文がタッグを組むテレビ朝日系連続ドラマ「相棒シーズン23」「毎週水曜9時にクール」が10月にスタートすることが決定した写真「右京」「水谷豊薫」「寺脇康文」最新2ショット公開シーズン23は杉下右京」「水谷」×「亀山薫」「寺脇」の黄金コンビ が復活して3シーズン目初代相棒、時代を加えると通算10シーズン目となる。原点を超え、大きな節目を迎えた右京を懸ける薫コンビがさらなる高みを目指して新シーズンを駆け抜ける。また今年は警視庁創立150年というアニバーサリーイヤー。 長らく右京を演じてきた水谷も警視庁の記念サイトに応援メッセージを寄せているが初回スペシャルではまさに右京が上層部の指令を受けて警視庁150年史の編纂、編纂に取りかかるところから幕を開ける明治7年警視庁を創立したのは元薩摩藩士川路俊義川路は内務卿大久保利通と共に警察機構を作り上げ初代大警視 現在の警視総監に就任しかし後に大久保は暗殺という悲劇に見舞われるそんな警察黎明期に起きた事件をなぞるかのように大物政治家が殺害される事件が発生捜査を始めた匿名係の前に立ちはだかるのは現代日本で広がる